ほんで、ちょっとスマホの方はな、西浦の猛攻撃のインスタが、ちょっとフリズルっていうか、なんか書いてるみたいな。急に女言葉になったとか、なんとか、な、言うた通りやろ。で、返事できず、何書いてんのかな女言葉になったから、ああ、なる。やっぱり西浦だ。で、返事できんか、まあ、その時したら。で、あと、せやなぁ。まあ、その、ノートパソコンからも何か打てんねんけど、今ちょっとな、安全のために、その、念のために、データダウンロードにかわしてるからな。何かと遅いねん。パックのじいさん、要するに西浦のじじいが、うちの機械旧型や旧型や、何を知ってるんかな。いっぱい知っとんねん、あいつ。だから、うちの登場してるじゃん。これもともと西浦名古屋でしょ、ここ。な。と、かん、あれも、館長ちゃうね、だけ。それは西浦のじじいの知り。そのね、だから、これもあるんちゃう、これ。見とん。いやらしな好きねえな、あいつら。なあ、そろそろ全員やもんだって。なあ。ばっちり監視よってやったんじゃ。西浦のまま、あっちの西浦本宅まで。ばっちり監視よって俺がやったんじゃ。小僧とやって、弟の。なんか竹とんぼ。西浦の竹とんぼ。要するに、だから、女装変態じいさん。結局ね、パクトラッカーやったかな。あいつがうちのことそんな言うとったやろ。あれ全部西浦のじいさん、学生時代に言われたあだ名やろ。あ、高校時代にな。とにかく、全員で、言うじゃねえ、まって女装させられて。女装したら、変態ってやられて。そんなんで傷つくねん、この辺の地方は。大阪だとね、いまいち傷つかへんけどな、こっちではもう悲劇やってみて。大阪ね、ちょっとわからんよ。はって。それが何かあるかな。まあ文化の違いって恐ろしいもので。